岡川真一は日本のアナウンサー。宮崎放送にアナウンサーとして勤務しており、立川落成という落語家の芸名を持つ、三重県津市出身。三重高田高等学校在籍中に NHK 杯全国高校放送コンテストなどで多数全国入賞し、アジア大学経済学部へ一芸一能推薦で進学。 卒業後は1999年に MRT 宮崎放送を入社する。MRT 宮崎放送アナウンス部副部長。テレビ、MRT ニュースネクスト、イブニングニュースなど長きにわたり報道キャスターを務め、キャスター在任中は、鳥インフルエンザ、皇帝液、新し年竹噴火、東日本大震災などの取材にあたる。また、テレビ情報番組、 ナマスタ955、あっぱれ宮崎の MC。ラジオ、土曜に乾杯、暮らしのレーダーなどのパーソナリティを担当。MRT ラジオでは、ラジオリスナーから、コカちゃんという愛称で呼ばれている。大学時代は、落語研究会に所属し、第30代会長になる。第4回全国大学生落語選手権3位、入賞。1996年に、落語家、 立川志楽主催の落塾に一期生として入門。1999年3月に志楽の客分の弟子となり、立川落生となる。MRT アナウンサーの傍ら、宮崎で落語会などが開かれると講座に上がることもある。MRT ラジオ、立川落生の笑いの伝道には、芸名、立川落生として出演し、2020年で、 放送開始15周年。2002年、全国のアナウンサーの大会である、第27回アノンシスト賞にて、全国大会優秀賞、九州沖縄大会最優秀賞を受賞。2007年、ラジオ、コカちゃんみっちゃんのゴーゴーワイドが、平成19年度日本民間、放送連盟ラジオ製ワイド部門にて、連盟賞を受賞。2008年、防災士の資格を取得。 MRTNHKFM 宮崎による3曲合同防災ラジオ特番などの防災関連番組、防災イベントでのコーディネーターやパネラーとしても出演。また、2014年以降は、宮崎公立大学で防災使用制講座、自然災害と防災、減災の講師も務めている。2009年10月12日、東西の人気落語家26名が集結して、 宮崎で初開催された大宮崎落語祭では曲穴として司会を担当した後立川落成として落語も一席披露した2013年8月第19回宮崎映画祭にて映画立川男子上映会の司会を担当このイベントのトークゲスト立川志らくと共演を果たす2016年から毎年 国際トライアスロン連合の実況を担当。2017年6月、第42回 JNB のアロンシスト賞にて、全国大会優秀賞を受賞。2017年10月、MRT テラス寄席にて、最優亭落生との二人会、落勝二人会を開催。ありがとうございます。